兄弟って感じで、こっち見て。いいね。ふーちゃんも一緒の服にする？ふーちゃんと一緒だったらさ、かわいいよ。かわいいよ、ふなちゃん。うん。で、食べたらピンク。そう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 。ちゃんと怖がらずにできる？あ、できる？ハルくんもできる？ライオンが持ってくる。いや。パパがやっつける？自衛隊はね、練習してんだから。銃撃つ人。守ってくれる人、なんかあったら守ってくれる人たち、警察官みたいな感じ。これ打ちすぎやわ。これは霧ね。お前。見てふんちゃん、ほら、ふむくんね、白い線絶対超えへんよ。超えとる。おいおいおい、ゴーくんの方が超えてる。見た？ゾウ。ゾウだった？ゾウだった？ゾウだよ。絶対これサイでしょ。サイヤあっちだよ。それやめてて、伸びる。そうだ、サイヤ。楽しみだね。なあ、ちょっと不安になってるやん。どうやってあげるの？お肉全部パパがあげて、これとこ。いやいや、ゴー君とフグちゃんがやる。本日は富士サファリパークジャングルバスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。最初に餌のあげ方と注意事項を説明させていただきます。で、クマとライオンの餌のあげ方なんですけど、お席の下に入っている赤い鉄バサミを使って、すごい。すごい。すごい。あ、上手。どんどんやってみて。リンゴもあげて。ゴー君、しっかりグッと出してあげ。そう。全部頑張って、ふーちゃんあげてみ。すごい獣臭した。怖い。猫と一緒やん。ね、猫ちゃんと一緒ね。いつも両サイドにもっとバーっていっぱいいてくれるんですけど、そうだよ、多分雨降っちゃってるから、があるのがオスライオン、ないのがメスライオン。ほんまにでかいな。すごい迫力。ハルくん、もしかしたら僕たちを食べる。僕もあげちゃって、あげちゃって。すごい力。すごい。はい、おしまい。ちゃん、ちょっと怖すぎた？ラクダはいけそう？ラクダにしよう。ラクダも嫌。
ライオンよりでかい？かわいいな。これはかわいいんや。白のゼロ。かっこいいから。ああ、ライオンがかっこいいから。怖いんじゃなくてかっこよかった？うん。誰が食べてるか分からんぐらい。食べられてるよ。向こうの方。ふーちゃん、向こうこっちの方にあげてよ。あ、そっち、待ってるよ。もっと巣を入れてあげないと、ふーちゃん。もういいの？もう寝てない。茨城県から一瞬怖いよ。触れるレベルや。めっちゃ来たよ、ゴーくん。足かわいいね。うまい。ガオのね、パンダね、美味しそう。熱くないの？大丈夫？うまい？ママ、これパパ買ってきてくれた。あ、ちょっと、うん、あ、ママ、ママ、食べてもいいの？ポテト、ポテト。ふーちゃんが最初、爪楊枝一個ずつ刺して渡してあげてた。はるくんとごうくん、これではい食べるだけだよとか。ママ、そんなんすんの、ふーちゃん。ママ、そんなんしてあげてんの、いつも。いつも見て、反対だったらさ、こっちだよって言ってあげる。そんなとこ書きながら言わないでください。かゆいね。この子はゴーゴーに慣れてるやん。おうちって出るな。おうちの、そう、リスのおうち。ワンワン。それはベンチ。ご飯食べるとか、ご飯食べるとか。ママは赤いチューチュー。ママ、そうそう、ママ食べる。いいじゃん。あー、すごい。いや、ほんまに、あー、すごい。指噛まれんとってや。どうぞ。ねえ、何これ。これ何？なんだろうそれ。すごい早な。リオ。うん。ちゃん。もう一個欲しいんちゃう、ほら。ずっと見てるで。食べた？あ、すごいすごい。食べてる食べてる。かわいい。フォーク曲げてみ。食べるかな。あ、食べた食べた。この子いっぱい見たいっぱい見た。そう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 。
今決めなくていいよ、迷ってても。ふーちゃん、犬と猫どっちがいい？ふーちゃん、でも体触らないでってびっくりしちゃうんだって、嫌がっちゃうんだって。こっち？あ、そうそうそう、あ、背中もだ、頭だけだって。ヘラクレスオオカブト、僕のカブトムシで、ふーちゃんがレーサーボタン、あ、それ乗ったね、今日ね。あ、結局サイにしたん。あ、そう乗ったやつ、最初ゾウがいいってしたのに。あ、チャイって言ってるやん。本当に見たよ。じゃあ聞いてみなかっこいいですね。